おはようございます。リエルの池内です。今日はなんとスマエギ第2弾キプロンに、今日は三重県のね、引本浦の方からNTECさんを利用してちょっとティープラン行きたいと思います。まあ新商品もね、ちょうど今回 TR、EG9 のフィンプラス TR っていうのが出たんで、それを使ってちょっと調光したいと思ってます頑張るぜ何ですのこれ引いてみてください。いや、なんか嫌やわこれ。またなんか縛りのやつ違うのまあとりあえず、まあ内容はともかくね、ちょっとどういうことかと、まあ、これちょっと引きますよ。じゃん、ピロン、ブルーエコー。ブルーエコー言ったら、ブルーエコー言ったら、まあベースカラーでありますよね。夜光とかブルーエコー、軽ムラとかね、軽レッドとかってこと。はい、今日はあの一杯ごとにカード引いてもらって、はい、ボディカラーを毎回変えていこうと使いたいと思う。そしたらベースカラーが使えないと。そうですね、ねえ、縛りってなることやね。今回の縛りはベースカラー。はいで、まあ、ちなみにですけどね、ブルー夜光って言ってもいろんな液のタイプあるじゃないですか。ダーマスあったり、今回の TR であったり、そのは縛りはあるんですか。ないです。ないんですか。はい、よかった一つだけ、はい、まあ、あの今日応援を呼んでるんです。ほうほうほう。あのスイマーさんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。バン何ですのこれ、何ですのこれ。なんかね、今日朝パッと渡されてパップルパップルしか使ったらあかんということ初心者、ティップライン初心者の僕にこれはちょっときついちゃいますよくあるじゃないですか、あのパープルパープルっていう説が、はい、まあ確かにティップランで言ったら、ね、僕らもよくパープルパープルはよう使いますけどね、はい、やっぱり困った時のパープルパープルみたいな感じで、やっぱり釣れるっていうイメージはすごくありますでしょ、はい、なので今日は、はい、ヒデさん以外は、うん、みんなのパープル系縛るもう一日中何倍釣れても一緒ですか。そうですね、あのどっちがよく釣れるか検証するので、ね、まあパープル好きやけどね。まあ確かにね、釣れますからね、確かにね。まあでもそれを今日検証しようということですからね。了解です。頑張るだけですね。じゃあすいません、あの例のオープニングのポーズいきますよ。はい、了解です。いきますよ。では頑張っていきますよ。スマイギレッツゴー。じゃん、やっはー、おらきたー流されやすい性格やね魚うまおったー、あー、来たー、ティップ戻ったよ。ちゃんとブルーヤコーやからね、これブルーヤコーのグリーングリーン、はい、これ一番大事なやつやからちゃんとしておいてくださいね。これ落としたらやばい。ここの間あかんす、あかんす。では行ってまいりますあダメだ。ポイントつきましたね。第1個目のポイントなんですけど、あまりね、湾のまだ奥の方なんですけども濁ってますねちょっと風もね、今日きついんですよ、北風が。で、まあ、40g を今ちょっとで、これをって言いたいんですけどね、濁り状マスターね。でもこれ夜光なんですよ。で、まあブルー夜光ね、後ろこうドットがブルーになってるじゃないですか。これまあ通称ブルピンって言われるやつです。とりあえずこれから見て、ちょっと軽いなと思ったらここにちょっと進化を出して、早速行きたいと思いますじゃあ行きますよ。スタートフィッシング。皆さんに池内のいいところをちょっと見てみたいバージョンでちょっと行ってみようかな。どう見れますかねどういうことそれちょっとね、ブルピンで
今3流し目ちょっと反応がないんで、ブルーエアコーやろ縛りが、あこれええわ、よっしゃこれね、ちゃんとブルーエアコーですよ、ね、ブルーエアコーのグリーングリーン、ちょっとこのグリーングリーンを入れて様子見ましょうか。よし、水深ちょっと浅くなってきた、17m。昨日結構明るい色で当たってること多かったですね。了解です。ピンクマブルブルーヤコとか、やっぱり花火も昨日当たってた。了解です。どうしようかな、もう一回変えようかな僕結構やっぱ師匠の言うことは本当なんでね、ちょっとねグリーングリーン今ちょっと変えるブルフィン戻すわ流されやすい性格やねブルフィンです、戻りました。ちゃんと使ってるからねブルヤコお、船長来た、ファーストヒット船長大きく移動してきましたよ。ちょっと朝のね一発目のポイントはどうも佐護市くん祭りだったんで、水色も変わったもんね、やっぱりこっちの方がいいね色。あれではわへんかった、あれではわへんかった、イカちゃう、うん、フグとかそんなんやね。あっ魚や、今の絶対魚、出方変やったでしょ、ジープンやったでしょ、ゴンジーって生きよるからねイカは。魚言い訳ちゃうからね、ほんまこれ。イカの顔が見たいんですよ、イカの顔が。これフグでしょ。おった。おった。やったよ。ティップ戻った。よっしゃそんなでかないけどね、やるときはやるよ。ズンズグズンズンズグズン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 、いましたね船長。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。こちらこそ、釣らせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いやー来たー、チップ戻ったよ。ちゃんとブルーヤコーやからね、これブルーヤコーのグリーングリーンやっぱり水色ちょっと綺麗で、昼前になってきたら聞きよるね、グリーングリーン最高。口使ったー、よっしゃーとりあえずいっぱいいけ、やったね。あ、吹きそう、やばいやばいやばい、あかんで、感謝を言えで俺ありがとうございます。ピース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 、やったよ、とりあえずいっぱい行きましたね。ってことは、はい、やっとですねちょっと長かったね、でも今日の海の状況で大移動船長がねしてくれたおかげで水色もなんか良かったから、ちょうどグリーングリーンハマったかなっていう感じだったんですけど、釣れたっていうことで次のカードですね。願わくばどのカラーがいいですか。この状況やったら僕、うん、まあ昼間で暇、天気がいいんで、テープは金テープ系のやつが混じってる方がいいんですよね。でちょっとオレンジ欲しいから布に、
夜行になるかなっていう感じです。濁り状まで行かへんですけど、うわー悩むわー、あー怖いわー一番下、一番下、じゃん、終わったー、全部やったねー、これでもいい、引いたね俺、どれでもいい、でも決めたらそのベースからは通さなあかん。あっていうことは僕今言うたから、その夜行系のオレンジがいいかなと思うんで、夜行使います。今度はじゃあ夜行で2匹目頑張ります。じゃあね、今頑張ってくれたブルー夜行のグリングリン、ありがとう気色悪い言われてたし、やめとこう。で夜行、夜行で同じ 40g で使っていくと、今ねこのちょっとグリーンっぽい感じのねマーキング、濁り塩マスターになりますけど、これかよう考えたらね、いや夜行ってね 40g でね、今この1本しかないね限定やん、しもたしくった。でもこれいこう。でもねこれ今またさらないけど、初めね絶対ねこうピン止めてあるテープがあるんでね、今度ここピロッとめくれるやつがあるんで、ピッとこう取ってください。これピュッとほかしてあかんすよ絶対ね。これはもうゴミはちゃんと持ち帰り、はい、ちゃんとしまっておきましょう。でよいしょ、夜行行きましょうか。濁り塩マスターこれです。はい、次の一杯はこれで頑張ります。一対一か、怖いな。追いつかれましたよ。ねえ、ちょっとやばいね。ここで突き放していかなあかんねねえ。お、来た来た来た。入ってる。おめでとうございます。3対1です。やばい、駅変えようかな。あと2杯目ね、夜行で取りましたね。まあヘッドはねブルー夜行のやつの 60g、 風かなりきつくて水深も、まあ、40m ぐらいあるんで、ヘッド 60g にダーマスラトルの、夜行ゴールドオレンジで取りました。で次カードね、今日は一番下と2番目行ってたから2枚目これいきます。じゃん、チェキン、やっは
戻ってきた、また戻ってきた、ブルーヤコ。なんか今日ブルーヤコと相性いいね。じゃあブルーヤコでまた3枚目頑張りたいと思います。さっきね、夜行のゴールドオレンジやったんですけども、まあちょっとオレンジとかそこら辺が効いてるかもしれんなと思ってオレンジは残しました。ただね、まあ後ろまたドット見てもらってもブルーヤコに戻ってます。ブルーヤコベースの、オレンジピンク、このカラーでちょっとアピール系で探りたいと思います。ほらもうポスト部急に変わったね、昼から風爆風になってきたね。これだって今日北海道雪や言ってたもん。ほら来た、 抜けた、抜けてへんわ、抜けてへん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 けど ちっこい、え、抜けた、抜けたかも、抜けてるわ多分、この重さ抜けてる。あかん、もう一回落としてよかった、もう一回落とす、もう一回落とすわ。ほら抜けてる、あー今のあたり取れた？取れてない？むっちゃ今むっちゃ綺麗にドーン入ったよ。ゆうさん、はい、残り時間50分です1日って早いよね釣りしてたらなんでこんな早いんやろ。えぎピンプラスランガン、これも一応ブルーヤコですよね。ブルーヤコで今ちょっとヘッド重たかったんでね、風もちょっとマシになってきたんで 50g、 60から50に変更、これでちょっと挑みましょう。よし、やばい、おいおいおい、これちょっとやばい、また一個離されました。やばいね、さすが船長ですね。船長今日一人で3倍釣ってるもんな。船長お願いですなあ、もうでもパープル系使えへんもんね俺なんすかそれ、今更ながらの言い訳が出始めましたか。違う、ここさっきからパープルしか当たってへんやばい、あと30分や。今なんかちっちゃい当たりやったぞ。ほら今戻っとる。でも当たりが出ることに意義がある。あれもしかしてこれフォール乗りした？フォール乗りしてるわ、フォール乗りしてる。でも全然引かへんやん。いや分からへんすこれあ今引いた、今かかった、フォール乗りした。ほら来たね、フォール乗りしてた。今もう大事でフッキングしてへんかってやっとだけおった。これでまた1個詰めましたからね船長。はい、怖いかちゃやろな、なんか雰囲気、怖いかちゃやろな、なんか雰囲気、怖いかちゃやろな、なんか雰囲気、怖いかや。ほら絶対こっち向けにといてくださいよ。いやそれ不利でしょ、危ない、ちょっと待って、はい、ピンプラスランガンにヘッド 50g。 今なんか2回ぐらいなんかちっちゃい当たりやったとか言ってたでしょ。その後フォールさせたら止まったし、そのままでも全然引かへんかったし抱き込んでたんでしょうね。でそれから乗ったみたいな、まあ、ディップランではたまにやることです。でも煽りなんで
まだ差詰まってへんっす。まだ何分残ってますか？あと15分ぐらい。あら、やばい。とほほほほー。あー、カータイマー鳴り出してるんちゃいます。そろそろかなりもう早いピッチでなってます。ビゴン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 ってなってるやつです。泣きの人流し船長ですね。ですね。もうこれほんまの最後ですわ。なんか喪失感がありますけど、ね、大丈夫です。最後までわからへんっす。怒涛のダブルヒットかもしれませんやん。それやったらもうすでにもう4対4になるんですよ。そうなったらダブルヒットでどういうことですか？2匹かかってる。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。した今日はどうでした？まあね、2回目なんでね、まあ何とも言えないですけど、とりあえず酔えへんかったんで、僕は大丈夫です。一日やりきれたんで。僕も酔わへんかったから大丈夫です。いやじゃなくて、まあとりあえずね、ブルー夜行と夜行で僕は1杯ずつ。で、セイマさんはパープル系で1これ1個だけです。1個だけ。はい、で、3つが船長。船長ですね。やっぱさすがですね。さすがですね。まあでもこれを検証結果っていう感じで言うてもなんかこう微妙な感じですよね。そうですね。言ったら、まあ、3、1、2って感じなんでね。わかんないですもんね。うん、だから聞いたとか言われじゃないですか。ねえ、まあ次は必ずね、そうですね、検証を出せるような感じで、まあ3は何になるかちょっとわかんないんですけども、こう検証を出せるこうタイミングが来た時にバーンといければ、はい、必ずリベンジっていうことです ね。はい。環境悪かったみたいなんで。そうですね。はい、ちょっと美味しいですね。期待してですね。頑張っていきたいと思いますね。ね、ではまた3をお楽しみっていう感じで皆さんどうもお疲れ様でした。バイバーイ。やってしもうた。番外編や。残業でヒット。アオリイカ？アオリイカですよ。はい。ああ危ない。ありがとうございます。残業成功。これで船長と3対3。ブルーエコーで通してるもんね、まだ。それは認められない。もう向こうなんですか。そうです。まあ残業は入らへんけども、これで一応僕の中ではドローです。パープルパープルとカラーローテーションはドローっていうことで。